おはようございます。ノリ上げてます。沖ベタ、中間ベタ、岡ベタって3個あるんですけど、残念ながら天気があんまり良くありません。なので車庫が出ないかもしれませんけど、一番よく出るのは岡ベタ、次中間ベタ、あまり出ないのが沖ベタです。だからみんなこっちへ来たがります。ここが一番船が少ないので、自分はここをめがけていきたいと思います。最初沖ベタやって、収穫が少ないようであれば中間ベタ、岡ベタへ移動したいと思います。先に中、これ沖ベタですけど、先に中間ベタから上げるみたいなんで、結局中間ベタへ向かってます。今岡ベタ上げてますね。あそこが一番車庫が多い。ヒラミが多いんでね、ヒラメを狙おうと思ったら東側をやらないといけません。1番目です。多分1番目はね、エビフライしかいません。みんなが来てだんだんこう練り出したら、いろいろ入り出すんじゃないかなと思います。この車庫、こんな、まあでもエビはエビですね。エビはめっちゃ見える。エビは全種類見えてます。そうだ、もっと童顔がいるかなと思ったけど、童顔もう散っとんでしょうね。沖へ出たんでしょうね。あんまりいない。大エビはそこそこ。おー、ノリの下って別にカニあんまりいないんで、全然期待してなかったから、すごい。では次は、ヒラメを狙っていきましょう。もう爪が棒になってたんで変えてよかったです。カニが無事に入りました。棒だったらね、曲がりがあると曲がりが行ってくるんで、棒だったらもう刺しちゃうんで、変えといてよかったです。そこに出たもん。いい出たは多分時間帯によってはバッと入る時間帯があるんで、時期的にフグもねいる時期なんで、あとはフグヒラメですね。僕はノリ跡で取ったことはないですけど、あとはね、もうほんとエビがうじゃうじゃ出てきてる感じです。ノリの跡船多いんで、下向いてエビ拾い大変なんですよね。なので一方回りちょっと来てもらいたかったんですが、出てます。
コもね結構うじゃうじゃいるんですけど、やっぱ小さい。去年から大きくならなくなりましたね。シャコ毎年11月に脱皮するんですけど、自分が行き出した20年前は11月から11、12、1、2月いっぱいまで脱皮期間で、3月からやっと硬くなりだしたんです。それがもう2年前から11に脱皮し、11月に脱皮して、もう12月の中旬には硬いですからね。脱皮期間が異常に短くなりましたね。これが大きくならない要因の一つなのかもしれません。酔ったらすぐ次の網です。結構タフな一日になりそうです。ちょっと綱加減しくりましたね。軽く来てしまいました。これはダメか。よいしょ、ヒラメこい。おお、フグ、本当にヒラメフグ来た。マジか。天然、あ、カニ、うわ、すごすごい。ヒラメとフグとカニ、このチルがかかったら完璧ですね。あ、軽く来ましたね。まあでもこっちに入ってくれてよかった。あっちはもうシャコ狙いの人たち。あっちなら大きいシャコがいるのかもしれませんが、自分は中間ベタで頑張っていきたいと思います。大きくしたら落ちベタがいると思うんですけど、ベタ上げたら落ちベタの方に行くかもしれません。岡ベタいまいちなんでしょうね。一緒にやってた先輩たち全員岡ベタに行ってしまいました。岡ベタ向かってます。中間ベタ一人だけ暗記になりました。2つも声裏返るわ。落ちないようにちょっと慎重に。そして中もすごい。ヒラメダブルにカニ2つ、ヒラメダブル、カニダブル、スズキ、春ですね。しかもでも両方メスですね。これすごい。ちょっとこれはすごい本当に。
昔は4月の中旬ぐらいまでいい持ってたんですよね。よいしょ、なんかイイダコ見え始めましたよ。全然いなかったんですけど、こんな感じです。惜しいですけど、沖ベタへ、もう沖ベタやってます。みんな沖ベタへ行ってみましょう。大きいヒラメをちょっと狙いたいんで。なんとこの網、ついにシャコも出てきましたね。全然余裕で拾えるサイズ。ちょっと離れるの惜しかったかな。続けてやれば多分チャック増えたと思うんですけど、もう離れてしまいました。前かゲタとヒラメとカニを狙っていきます。引き続き、あ、アケボも出てきましたね。これもですね、寝れば寝るだけ出てきます。もう潜ってるんで、砂穴作っても潜ってるんで、普通にやってもゲタでも入りませんが、で同じとこやりだしたらこうやって入り出しますね。年によってはうじゃうじゃいる時もあります。めちゃめちゃ角出したんですけど、もうノリがついて軽く来てますね。ちょっと網洗わないといけないかもしれません。それでも入らんな。中間の方がいいのか、おっと、でももうこれのおかげで結局ここでよかったということで、あ、こっちが2本、あ、確認しといてよかった。でちょっと波を一回落として、袋の口を開けたまま走らせます。船を、海藻がついてるのがだんだん取れていってます。最後尾だけなんですよね、これ。やっぱりちゃんとしようと思ったらやっぱ洗わないとダメです。 2,3 歩船を走らせてる間にちょっと拾えるもんだけ、イケモンだけ拾っておきます。あとはどこか、チノがいたと思うんですけど、洗うほどは取れませんけど、少しはね、楽に少しだけですけど目が見えました。これで引き続きやってもどうしてもいけんかったらもう洗います。ここがノリの端っこです。他に向けて浅くなるんで、ここヒラメコースです。結構砂出しても軽くきますね。ドラマミレはドリマミレですけど、もっとドラマミレになるぐらい砂出したつもりだったんですけど、やっぱこの海藻のせいですね。海藻で軽くくるんですね。
目まで乗りましたよ。ギリギリ。いったやられた。うっそ。残っとるし。今季はやられてなかったんで、もう油断しました。しかもでけえ。もうやられてなかったんで、たまにチク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 自分の指刺してたんですけど、どれぐらい痛くなりますかね。ひどい時は心臓まで来ますからね。